すみません、プロデューサー。私の買い物に付き合わせちゃったりして。え、仕事ですか？買い物なんて完全にプライベートかなって思いますけど。それで私のこと守るために一緒に来てくれたんですか？嬉しいです。あ、でも私最近街では変な人に絡まれたりしたことないですよ。ナンパ屋さんにも最近はあまり声をかけられなくなりました。そっか、てっきり私誰にも気づかれてないのかと思ってちょっと心配だったんです。アイドルなのに華やかさなさすぎなのかもって思って。でも違うならよかったです。はい、お願いします。プロデューサーと一緒なら安心です。あ、はい、久しぶりの外出だからいろいろ回ろうかとも思ったんですけど、ずっと買いたかったものがあるのでまずはそのお店に行こうかなって。先月新作が出たみたいなので気になっているんですよ。そうなんです。お茶の葉は通信販売でも買えるんですけど、やっぱり自分で直接色や香りを確かめたいですよね。あ、ここです。このお店です、プロデューサー。小さいお店ですけど、このお店はすごいんですよ。ここのご主人が特別に仕入れてるお茶はとっても美味しいんです。粉のままでもふくよかな香りがあって私のお気に入りなんです。どうぞ。普段あまりお茶を飲まない人でもこの香りの違いははっきりわかると思います。違いが分からなくて当然ですよ。すみませんでした。でもさすがプロデューサーです。お茶の違いバッチリ分かってたんですね。いいものをちゃんと見分けられるってすごくかっこいいことだと思います。プロデューサー。あの、今度このお店のお茶プロデューサーのために入れますね。あ、そうだ。向こうにいいお茶菓子のお店もあるんです。寄ってもいいですか？
日にしようってずっと思ってて。いえ、そういうわけにはいきません。私みたいなダメダメな子プロデューサーはいつも面倒を見てくれて、きっと辛いこともあったでしょう、イライラすることもあったでしょう。けどプロデューサーは山越え谷越え、こんな私を見捨てずここまで連れてきてくれました。私がここまで売れっ子のアイドルになれたのもプロデューサーのおかげなんです。そこまでしていただいて、ご恩返しの一つもしなかったら萩原ゆきほ女が廃ります。ありがとうございます。よかったです。私の感謝の気持ち受け止めてもらえて。それが徹夜して考えたんですけど、これだっていうのが思い浮かばなくて。ですから、よければプロデューサーにこれを。プロデューサーの言うこと何でも一つだけ聞きます。どんなことでも。そんな、せっかくだから使ってほしいです。なんでもいいんですよ。なんでも言うこと聞きますから、本当に。プロデューサー、変わりませんよ。私の気持ちはずっと。これからもプロデューサーを信じて、ずーっとついていきます。私のイメージですか？どんなものがあるんでしょうか？あ、結構いいイメージなんですね。よかった。プロデューサーはどんな感じですか？私のイメージ。やっぱり私っておとなしいイメージなんですね。でも歌ってる時なんかはそんなにおとなしくもないと思うんですけど。へえ、面白いですね。ほぼさん、とっても楽しそうですけど、私の場合子供たちにいじめられそうです。獣医さんは患者さんで来た犬にいじめられそうだし、お花屋さんはお花を買いに来た人がもし男の人だったら怖いからダメだし。すみません。プロデューサーは私にどんな職業が似合うと思いますか？そうですか。転職まで行っちゃうとちょっと大げさかもしれないですけど。でも、プロデューサーからそう言ってもらえると、とても嬉しいです。これからも頑張ります。なんて。
しいファンを増やすためにはイメージチェンジも必要ってことですか？はい、私プロデューサーについていきます。イメチェンで輝く未来を一緒に目指しましょう。でもイメチェンって何をどうすれば？妹系、それってどんな感じなんですか？私にはお兄さんがいないからあんまりよくわからないかも。ファンの皆さんをお兄さんって呼ぶんですか？ユキホはとっても嬉しいです。ユキホ、お兄ちゃんのために一生懸命歌います。だから応援してね、お兄ちゃん。そうですか。なんだか新鮮な感じですね。ちょっと楽しいかも。遅くまでお疲れ様。では君たちのアイドルランク報告だ。プロデューサー、お疲れ様です。今調子いいんで早く次の仕事したいんです。よろしくお願いします。すみませんでした。プロデューサー